こんにちは、GTS の時武です。本日は9月15日コミュニカエダサロンのランドアップの日になります。すでにですね、もうお客様が来ておられるということなので、ちょっと楽しみに、行きたいと思います。ではよろしくお願いします。花もね、たくさん届いてますね。はい、じゃあそうしましたらですね、コミカラ大二郎さんにコミカラサロンの、ご紹介をしていただきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。早速なんですけども、 G2 電車があるわけですが、乗り込んで記念撮影したいとかいうね方がやっぱ多いと思うんですけど、はい、実際のところどうなんですかね。これはまあ世界に1台しかない車なので、見ていただく機会、こうやって作れたんですけど、実際に乗っていただくということはちょっとご遠慮いただきたいというふうに思っています。ですよね。やはりね、世界一台だけの希少な車ですので、乗り込んでドアバーン開けていいっすみたいなことはね、ちょっとね、さすがにちょっとご遠慮いただきたいなということです。はい、じゃあ次にですね、あちらにありますレーシングシミュレーターなんですけども、こちらの方はこのお店で体験していただくことが可能となっております。このあたりどういうふうにお店の方は考えておられるのか聞いてみたいと思います。あのシミュレーターは一応販売商品になりますので、そうですね、はい、ぜひ体験していただきたいと思うんですが、誰もが、長時間楽しめるというふうにはできてないので、まあ常識的な範囲内で、乗っていただいて体験していただければなというふうに思っています。はい、こちらですね、やはり販売商品の、体験していただくバーでありますので、まあそうですね、10分15分ぐらい常識の範囲内でお楽しみいただけたらなということです。じゃあこちら、ここに繋がってるんですね。こちらね、この広いテラスで、まあ、今はね夏場なんで暑いんですけども、こちらの方でこれ分かりますかね、この間のスタッフが作ったこれ灰皿として使ってるんですね。まあこちらでね休憩していただくことができるスペースとなっております。